それから巻いてもらってなくて今日巻いてもらったから見てもらいたいなって思っての配信です今日 <laughs> 今日は美容院行ってないねんけど巻いてもらってなんかさやっぱり巻いてもらった方がいいなと思って。 アンジェさんインスタ DM え見てる見てるリップかわいいえー、フうれしい写真撮ってんさっきえそうやねショートにしたらな自分で巻くんが難しくてこんばんはどうもゲリラ配信ですがな,みな,めなえなんかなちゃうねん,なんかな今日な,なんか目がなちょっと違うねんなんか もしかしたらグリッターつけたからかもしれん,なんかあかりんさんの涙袋の作り方みたいな YouTube を見てちょっと勉強してほんまにえー、ほんまに えー、でもなありゃねん今日なインスタ用の写真は撮れてないねんやからあげるとしたらストーリーやでんけどグリッド、あのなキラキラみたいなそう初めまして初めまして 似合ってるあよかったよかったインスタ見てくれてる嬉しいあのインスタを今ツイッターとインスタと TikTok は最近投稿できてないけどやってるので見てくださいフォローしてくださると嬉しいですハイライトなアンジュあれ使っとあの クリオの,あのしましまみたいなええー、いいと思うあのまくのほんまにな自分で負けるようになりたいなと思ってさ勉強しとってんけどなんかあかん難しいと思って今日巻いてもらったらめっちゃいいなと思ってそれを見せたくて <laughs> 今日。 今日のアンジュさんのお話し会のためにスタンドとスマホ買いましたおおお話ししましょうねお待ちしてます今あれなんですあのあ確かに白い服珍しい確かに確かにアン黒っぽいの多いもんなあの今絶賛オンラインお話し会の申し込み中なんですよこっからいけるんかなこのこっから お待ちしてまますすという18日ででなんですよ申し込みがえ全然なくても大丈夫ライト妹さんと行ったカフェどうやって見つけえなんかな結構昔から知っててんあのカフェあのー、だいぶ前から知ってて一回お母さんと行ってて そう、あのー、NMB 入る前に行っててんけどなんかそう妹がカフェ行きたいって言って知ってるカフェでいいかなーってなってそう明日ラジコーさんにも出させていただきますえめっちゃ楽しみやねんラジコー。 なんかもうついこの前出させていただいたばっかりやから楽しみあんた最近マイティンにやったジュッティああジュッティなあれはね最近マイティに会えてないねんなあんじゅ会えてなくてバンチャバンチャ僕はお話しか始める AI に行きますどうかえよろしくお願いしますこちらこそ お待ちしてます。え、ほんまに嬉しい。ラジコ。出させていただきます。九時から。そう。何時認知される方。ええー。ねえ。え、でも、来てくれたら覚えます。 アンジェちゃん出てるやじ楽しいか楽しみおうアンジも嬉ししお話聞けるのがすごい楽しくて実はな今な充電があんまなくてあの20%とかになったらやめるんでちょっとでもな何時までやるっていうのも決めてなくて今。 ちょっとめっちゃかわいいし似合ってるあよかったよかったそれならそうやねなかなか会えてなくてえそうかなレジあ…もうありがたいことにそう今弟勉強中最近な目がよう乾くねんな この前な明日ばっかりやからさアンジュのコーナーどうなるやろうえアンジュなんかな髪型めっちゃいいえー、よかったよかった今日巻いてもらってでもな自分でできひんねんな髪の毛やってもらいたいねんけどあやりたいねんけど巻きたいねんけど自分でできひんくて そうやねんっていうかなあんじないつもな充電ななんかギリギリにさしたいはやねん充電なんか昔は60%とかになったらもう充電やばいと思ってつけててんけどなんか最近はなギリギリにならないとなはいねアンジュドライヤーやねん えーいけるかな初見ですすあありがとうございますあピオラえさっきユナショールームしてたからぜひぜひユナの方あかんねんあなんかな最近ほんまにあ行いけたいけたえー、アンジのコーナーなんかなあしたどうなんやろインスタライブもしてなえー、なあアンジもなでもな 何人になったらっていうのを決めようと思ってあのインスタの質問箱とかそう何人になったらにしようと思ってでもなあのマネージャーさんと約束してるねんアンジバはもう。 ここまで頑張ろうみたいなだからそれを達成しないと分かんねんえそう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 なんか使い切らんとみたいなバッテリーが弱くなるみたいな聞いてさアンジもそれでなあちょっと意識はしてんねんけど最近充電減るのめっちゃ早いねん携帯。 ええー、嬉しい安全死になってもいいかなってえー、待ってますみおんのミオさんでした明日質問箱な何人何人になったらにしようと思って雷今鳴っとんあ今までずっと名前 名前設定しなしとああありがとうございますえー、でもなカフェとかもな行ける時になったら行きたいねんけどえっほんまに投稿楽しみね、嬉しい、ま、目薬今なあっちやねんあってんないあ、よかったよかった ええー、さっきカメラ、うわぁ、それは気をつけと。なんか、車の中におったらいいみたいな言うような。あ家でも全然安心やと思うねんだけど。インスタフォローする、えーお願いします。あの、今は、頑張って、2日に1回は、あの、投稿しようと頑張ってて、今。昨日、なんか、<laughs> ちょっと、バレンタインらしきことしてないなと思って。 え、好きやったよかったよかったなんかうわしないとあかんと思ったのが11時ぐらいやねんそうそっから服考えてメイクしてそうチョコ買ってでインスタに投稿しましただから昨日2つ投稿したんですよ あのほんまにほんまにふだんさすごい時間かかる人でさ準備そうや,やのに昨日の早さはびっくりする自分でももうでもほぼお母さんの協力があったからねんけどあ昨日のチョコは弟に言った。 たぶん今日は投稿できひんかもしれへんストーリーは終わったん載せるいやほんまにあのバレンタインが終わるまでに投稿したいと思って頑張った結果そうやねお母さんがな協力してくれてええー、フォローしてくれたありがとうございますインスタ 手作りチョコかと思ったけどあの,チョコ弟えそうあのチョコは弟に行きましたなんか毎年なバレンタインさあのお父さんと弟に手作りで作るっていうのやっててんけどなんか今年は妹が妹とお母さんが作っててだからアンジは食べる食べた今日写真な自撮りは撮ったたどりは撮ってないね あんな、眠たくないねんけど目がしょぼしょぼするだけやから大丈夫眠たくないこれは多分今日も夜更かしするパターンやからそう今年は食べる担当やったんじゃバレンタインなインスタメーションしまくったらえっどういうこと アンジナメンションしてくれたストーリー見とうで意外と早いかもしれへんあのメンションしてくれたストーリー見るの見るまでが早いかもしれんなんか DM も見るまでが早いかもしれん送なんか既読がなついたらな多分分かると思うねんけど多分送ってくれたらすぐ見,見るタイプやから美味しそうやったな美味しかった え、ほぼ食べてんけど。クッキーいっぱい残っとってやんか。ほぼ食べて。美味しかったうわ、一個もらったらよかったな。え、迷惑じゃない。ほんまに迷惑じゃない。もうアンチ楽しみに待ってるもん。いつも。全然迷惑じゃない。焼き芋くださいって、焼き芋どっから作らんとわかんないやろな。あ、15分経った。3人兄弟。 早く寝なさいあーちょっとちょっとな昨日もめっちゃ最近ほんまにやばいねんなもうお菓子とえお菓子の方が得意なんか昔からそうお菓子の方が作ること多かったからバレンタインエピソードだんだん過去のものえう なって,てつえそうちょっと申し訳ないなと思って昨日なモバメでさアンジバレンタインのエピソード聞きたいと思ってそうあ見ミニカあいらっしゃいませ愛かなとなゲームしようと思ってんけど結局 アンジュが飽きてしまってやってないねん <laughs> だからそんなあのアンジュなあのそうそうやねんラフ格好いいあよかったもうほんまにラフやねんけどあれそのぐらいの長さがいよかったよかった 畑からやな焼き芋やったら何時に寝てるのあのこれ言っていいんか分からんねんけどほんまに最近やばくてあの昨日はあの映画を見てたんですよああかんと思って <laughs> 何時に寝たんやろ昨日映画を見始めたのが3時あってん <laughs> で そっからあかんと思ってやめたんが四時半でしたやばいと思って卵割れますなんなら片手でも割れたこの前やったらえスイートポテト美味しいような味もよく作るあ思わへんあよかったそれなら うわそう見てて変身でうわこういうエピソードあったんやーって思いながら見てました変身をえっイ,インスタと何見てますありがとうございます今日何時に起きましたえー、でも今日は8時に起きないといけなかったんですよやから8時、時 やねんけど起きれなくて9時に起きましたそうやねんほんまになちょっと気をつけんとあかんと思ってちょっと決めようと思って何時までには寝るっていうのを今日は3時までに寝る頑張ります今日5時50分に寝る え起きてるってことその時間までフォローしましたありがとうございますそうなかなかの夜更かしそう体調もちゃんと測っとうで大丈夫やったあら時時は起きる時間なんあらあら そう、今日は3時までに寝る頑張ってそうめっちゃ短いねんやからなでも今は眠たくないねんんかなそう今日は眠たくないねんけどなちょっと頑張起きてるんかいすごいなよう起きれるな何時も5時までが限界かもしれん起きるんショートスリーパーではないねんでも そう、今日は頑張って三時までに寝る今アカンと作ってきたありがとうございますえあ、上までたどり着いた一人で寝れますかあのー、はいはいで、言ってもいつも妹が隣にいるので あと白丸も横にいるのでえほんまに睡眠は大事っていうのは分かってんねんけど起きちゃうねん起きちゃうねんって言うかな気付いたら時間が経ってんねんなんでやろうなええー、本当ですか明日はでも明日も8時に起きんとあかん 頑張ります。今日は3時まで寝ますえほんまにはえ待って今って何時代え今ってさえでもみゆがええなんか手震えてた今今何時なんやろえでもそう配信してたから終わってえ十11時だ今え今11時代わお やばいちょっとやばえもうそんな時間やったんかわ,ーわ,ーわ,ーわーあわあわあわああっ崔さん以来の犬 m 推しになりましたありがとうございますそう白丸と寝てるそうあの杏樹が家あの起きたら白丸を寝かしてんねんそこに。 明日、みおんさんとラジコですはい今日は寝ます今日は早く寝ます待ってそ,そんな時間やったうわえ 早いなやっぱえでもあのミゆがあのワンセブンライブさんアプリで配信してたっていうのを知ってたからかぶらないようにしようと思って終わってからしようと思ったねんけどそう確かにそう思えば11時やったなってあ23時やったなと思って。 1七って言っていいんかなえー、早ない時間経つ何もしてないでぎょいやな何もしてないわけじゃないねんけどやってんけどさそんなあやんなえっ名前1セブンに変わったよな そう、ワンンセブンライブさんそう何グラもしないとわかんねんそう何グラは延期されてるからと思って思ったあかんねんでも分かってんねんけどそう何グラもしないとんんええー、そうアンジュ大型うわやばいうわ何グラどうしよう何グラ え、どう思います。何があると思うなぐらい。今回のお題が。あのー、あれ。恋と愛のその間には何があるみたいな。ありますなんか、ちょっとさ、あの。あんま考えられへんくてさ。充電が二十になってまた。やばいやばいやばいばい。何があると思う。恋と愛のその間には何があるやろ 全然考えられへんん恋と愛のその間には何があるあ駆け引きワオそうえ大喜利なんかな大喜利かもしれんああ 恋から愛に変化するるための試練があるあ、そうしよう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 もうえ何があるやろう赤い糸赤い糸でいいかなじゃあねアンジュはほんまにあかんと思うアンジュなほんまにあかんねんもうなあやからちょっと考えてほしいほんまにアンジュには考えられへん赤い糸でいいかな もうなあかんねん恋と愛やろ恋と愛のその間にはって恋と愛のその間には恋と愛のその間には恋と愛のその間には,のの間にはな何がある何があると思います なん難しいよな絆うん。えほんまに難しいねん今回あかんねんもうほんまに重みがあります確かに確かにわかるああそういうこと恋から ああやばい充電がなくなったきた気がするちょっと待って充電できるかなちょっと待ってないやいあこれ充電じゃない私の充電よし充電できたよしよしよし充電できた充電できた一緒 しああそれにしようかなあーそういうことね恋がコ,コナさん愛が愛花だから6期生おおそうするそうします6期生の方々と。 そうしますオッケーオッケーオッケー,オッケー,オッケーありがとうありがとうありがとう何ぐらい決まったそうするありがとうございますありがとうございますよし決まったよかったほんまによしそうしますありがとうございます考えていただきはい。六期生の皆様と ああそうやんなドラさんの方もいらっしゃるようなドラさんの方と6期生の方って書いとくじゃよし決まったよかった間に合ったはいドラさんの方と6期生の方と書いておきますよいしょよし決まった今何時そろそろじゃあランキングを読みたいと思います 13位の方、ゆうちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位の方、六一さん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位の方、ふみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位の方、野原慎之介の助さん。あーずちわんおしいって書いてる。ありがとうございます。あっ、ラッキングが変わった。えっと、えっと、じゃあ、呼んでない方。 十の方六一一さんありがととううございます。ちょっも回十二の方、ふみさん、ありがとうございます。十一位の方、さとよしさん、ありがとうございます。十位の方、だんまえさん、ありがとうございます。九位の方、つるまるみまたおうさん、ありがとうございます。八位の方、たくやんさん、ありがとうございます。七位の方、きゅうきゅういさん、ありがとうございます。六位の方、むらびと T さん、ありがとうございます。五位の方、とっくりさん、ありがとうございます。四位の方、ほだかさん。 のじもち。おー、ありゃー、すごい。ありがとうございます。3位の方、ブルーセブンさん。ブルーセブンさん。ありがとうございます。何ングラ。ありがとうございます。2位の方、吉良しな。おお名前が増えてる。可愛いよ可愛いよ。おー、ありがとうございます。すごい、泥棒のやつになってた。ありがとうございます。1位の方、鎌刈さん。鎌刈さん。ありがとうございます。いつも本当に。ありがとうございます。よし。今日は、あのー、 あの髪の毛を巻いてもらってそれを見せたくて配信をしましたという配信でした来てくださりありがとうございました何グラム考えてくださりありがとうございましたあのお話し会も絶賛受付中なのでお待ちしておりますあとインスタのインスタとツイッターと TikTok もお待ちしてますでは今日は早く出ますおやすみなさい バイバイおやすみなさい